でストップはもうめっちゃ止まるっすね。とにかく止まるっす。とにかくもう2バウンドどころじゃないっすね。2バウンドストップ簡単にできるだけじゃないです。もう3バウンドトトトトっていう、もう手前で本当にすごく失速するんで、手前で本当止まるんですよ。だから多分、うん、もしかしたらストップの攻防戦が多くなるんじゃないかなってちょっと見込んで、ストップの攻防戦した後にちょっとどちらかが台上で起こして、うん、チキータかハーフフリックとかして、うん、ドライブラインみたいな、うん、ストップ戦がちょっと多くなるんじゃないかな。こういうとあのストップでこのよく見極めの練習とかやるじゃないですか。そうです、ね、台から出るか出ないか打つか打たないかとかやるじゃないですか。もう今結構このシンボルだともう余裕で出ないです。そうですね、余裕で出ないですね。おもうすぐ判断できるですね。今の俺だったら結構際どいライン来てるんですけど、そうですね、出るか出ないかを。もう今のじゃあこっちのボールシンボルはもう余裕でもう迷わずに、そうですね、もうストップ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 っていうもうもうちょっとなっちゃいますね。ピュッて置いたら、うん、ストップかな、ピッピッもうピッピッってなっちゃうんですね。勝手にお互い打ちたいけど打てない状況のストップ戦が多くなるのかなっていうのが、まあ、ストップそういう意味だとストップ大事ってことですよね。そうですね、ストップ大事ですね。でもやっぱり失速するからストップは非常にやりやすくなってるということですね、うん、まあ、あの今ストップの続きはやっぱりそのやっぱと、何て言うんですかね、じゃあ、まあ、ストップに関してはやっぱあのすごく止まるんで、もしかしたら全力ストップみたいなのがいいのかもしれないですね。思いっきりクッ、今まで以上にクッってこうクツッと切ってストップしても出ないんで、思いっきり切ってもいいのかなと思います、うん、だからそういう打ち方をどんどん変えていく時代になってくるのかもしれないですね、うん、そうですね、まあそういう感じですね。あとはどうですかね、あと他にはまあドライブ、まあ、ちょっと先ほどちょっとドライブも言ったんですけど、はい、まあやっぱドライブは全体的に回転とスピードは少し落ちて、うん、ボールのやっぱ軌道が綺麗になってるんですよね、うん、でもやっぱでもドライブで攻めてるのにでも有利なのは変わらないですよね。そうですね、やっぱりドライブで攻めてるのにやっぱ相手のミスを、まあ、することはできるんですけど、うん、ただ今までほどの威力はないので前で平行スイングでドライブする人が増えるのかなっていう、将来的にはこのボールになったらそれやっぱ個性がボールやっぱボールが上がるというので、やっぱりもうみんな多分この面寝かせて上でこうやって叩くスタイル流行ると思うんですよね。今台上ドライブだって面寝かしてこうやって振るじゃないですか、実際ラバーの高性能なのもやってで、それが多分ボールもさらに加わ上がるってことで、多分こう全部寝かせながら台の上で台上でこう両ハンドで振っていくスタイルがこれが一番強いんじゃないかなっていう自分はあるんですよ、将来的にはと思ってますね。だからそういうスタイルがどん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 強く、まあ強くなっていく感じになっていきそうな感じがありますね。まあまだちょっと分かんないですけど、まあまあまだ分かんないですけど、そういう感じですね。ね、その今までのボールよりも横径はむしろ大きく曲がる、うん、空気抵抗がやっぱ大きくちょっとボールが気持ち大きくなってますので、やはり空気抵抗でちょっと大きくボールが曲がりやすくなってる、うん、カーブドライブとかシュートドライブすごい曲がりましてね、そうですね、はい、実際私のカーブとシュート結構使うんですけど、もうよく曲がるんでこれはいいなと、うん、思いましたね。カーブシュートはもう結構もう使ってった方がいいんじゃないかなと思います。滞空時間っていうかヒューンってやって曲がって、はい、バウンドしてからそんな曲がんないみたいな。ああ、そう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 す。曲がってそのままヒュッて最初の曲がりが大きすぎですね。自分が打った瞬間から相手コートに行くまでがすごいギュワーンって曲がっていく感じですね。今までの曲がり方はちょっと違うかなっていう、うん、今までついてからギョンって、まあはい、それは回転が強いからそうなってたんですよね。今までのでもシンボールはちょっとやっぱあのボールの空気抵抗を受けて最初から曲がり出すみたいな、グイーって曲がる、グイーって、まあ、シュートもグイーって外側にこう曲がり込んでいくみたいな、面白いですね。結構やっぱ効果的に効くんではないかなと思いますね、うん。
おー。上がってるよね。ジングル。そう。